皆さんこんにちは、こんばんは。元チャンネル、元産経新聞社会部記者の三枝元太郎です。今日週刊新潮を買いました。こういう記事が載ってました。ちょっと僕はですね、ヒヤッとしましたね。昔の、自分の取材をちょっと思い出したりなんかもしました。検察、東京地検特捜部のですね、なんかこれで本丸が見えてきたなという感じがします。僕ツイッターにも書いたんですけど、これ、江東区長のですね、木村弥生さんが、YouTube に広告を出したことをですね、公職選挙法違反だということで強制捜査を受けたという事件なんですね。で、僕はこれは最初からおそらく木村さんが、ターゲットではないだろうという趣旨のことを、ツイッターで、書きました。これ理由はですね、まあ普通江東区長を公職選挙法で、摘発するのであれば警視庁の捜査2課がやるだろうと、これをなんで特捜部がやったんだろうなというのに、一つは疑問を抱きました。もう一つはですね、 YouTube で、宣伝を広告を出すことがですね、公職選挙法違反だというのは、まあそれはおそらく調べればそうなんでしょうけど、まあ法の無知はね、無罪の理由にはなりませんので、確かにこれで摘発することはできるとは思うんですが、まあちょっといかんせん弱いですよね。有料広告にかかった費用が約14万円で、これを木村弥生さんが自分のクレジットカードで支払ったと、で違法であることを認める供述をしているんだということになると、そこから柿沢さんがまあこれを進めたということだけではどうなのかなと思ったら、この新潮の記事です。それからこの前に朝日新聞がですね、10月31日にスクープ記事を書いています。この2つを合わせるとですね、本丸が、あ、ここかっていうのが見えてきたわけです。ちょっとで、つまみ食いになっちゃいますけど、ちょっと読んでみますね。10月31日、自民党の衆議院議員で法務副大臣の柿沢水戸氏52歳が突如として辞任の意向を明らかにしたのだ。ことの発端は同月24日に江東区長だった木村弥生氏58歳が東京地検特捜部の強制捜査を受けた一件に始まる。社会部デスクによれば、木村氏は今年4月に当選したばかりでしたが、特捜部による区長室や彼女の自宅など関係先のガサ入れがあった2日後には会見を開き、就任から半年余りで辞任してしまいました。容疑は公職選挙法違反。区議選の最中に、区長選の最中に YouTube で木村弥生に投票をしてくださいとの字幕をつけた有料広告の動画を告示日から投票前日までのうち5日間配信し、約38万回再生されました。公選法では選挙期間中に有料広告で候補者への投票を呼びかける行為は禁止となっています。取り調べで木村氏は、有料広告にかかった費用の約14万円は自分のクレジットカードで支払ったとして、違法であることを認める供述をしているという。その疑惑の動画に柿沢氏が関与している。朝日新聞10月31日付がそう報じたことで山が動いた。というふうに書いてあるんですね。これは、まあ朝日新聞はおそらくですよ。推測ですけど、おそらく特捜部から、このした情報を得たんだけれども、まあ特捜部がリークしたんだというか、漏らしたんだということがわからないように、柿沢氏に、まあ、取材をかけてですね、柿沢氏の、肯定するコメントを得た上で、まあ調査報道という体にして、出したのかなという気がします。それでですね、この後なんですが、ちょっと気になったのはここなんですね。地元江東区東京15区選出の元衆院議員で内閣府副大臣などを務めたキム・ベンこと勉氏、84歳を父に持つ彼女は、つまり弥生区長ですね、自らも2014年から21年まで自民党所属の衆議院議員だった。その時の縁でかつての同僚だった野田聖子元総務大臣63歳や稲田朋美元防衛大臣64歳が支援を表明。また小池百合子都知事71歳が衆院議員時代、同じ議連や勉強会で共に活動してきた関係もあって、今回都知事が特別顧問を務める、地域政党都民ファーストの会の都議が木村支持に回っていたということなんです。
で、そんな木村陣営の中にあって黒子に徹して中立を装っていた政治家が柿沢氏だったというと、ということです。で、柿沢さんの経歴が書かれてます。ここ飛ばします。で、問題はですね、この後に、まあこういう、これ後にしよう。こういう記事が ここに出てるんです。区議、ある区議さんがですね、これ自民党の区議なんですね。今年の2月頃、選挙の前に柿沢さん本人から直接ご挨拶したいという電話がありましてね、そう明かすのは猿高等区議だ。多忙理由に断ったんですけど、再び柿沢さんの秘書から電話があった。同僚区議からは、木村陣営に柿沢さんのスタッフや後援会の人間が相当入って、金をばらまいているという話を聞いていましてね、だいたい2月中旬から3月、返事を保留していた人は4月の選挙直前まで持ちかけられていたみたい。区議同士では、あなたのところには持ってきたって聞き合っていたくらいだったので、私への連絡もそういうことなんだなと。しかもこの区議がですね、録音を取ってたんですね。さっきの区議の電話でのやり取りを以下に紹介しよう。柿沢議員秘書、ちょっと、柿沢議員本人が挨拶に行きたいのですが、点点点。区議、金の話なんだろ。柿沢秘書、それも含めて、点点点。区議、お金だったらいらないよ。票をくれるという話ならあってもいいけどね。柿沢秘書、ああ、そうですか。つまり、金銭の提供は断るが、選挙協力の話なら受けると応じたところ、先方からの連絡は二度となかった。柿沢氏は子飼いの秘書たちを選挙区内のエリアごとに割り振って配置し、区議たちと接触をさせていたというという。これはですね、これで大体わかりました。特捜部のですね、本丸は、柿沢水戸さんが高等区議にお金をばらまいていたんじゃないかと、そういう疑惑を持っていて、こっちで引っ掛けようとしているということが、これでわかります。実はですね、僕は若かりし頃、25歳の時に同じような経験をしてるんです。こういうことがありました。ある市の市長さんがですね、1期目は消費税に反対するということで、当時、反消費税選挙と言われていてですね、それのブームに乗って当選したんですが、自民党の方だったんですが、反自民党の、まあ、自民党非主流派、つまり自民党に指を引いて、自民党は当時、平成の初頭ぐらいですね、竹下内閣の時に確か消費税を導入するということで、竹下内閣の支持率がものすごい落ちたことがあったんです。で、それの反消費税で当選したから自民党としては許せないわけですね。自民党の中から出てるんだけれども。で、その時に、その市長さんはどうしたか。2期目今度なる時にですね、どうしても自民党の支援が欲しかったわけです。で、あわよくば、中立の、中道、系の政党の支持援も欲しかった。そこで秘書さんがですね、一個一個その区議、あの市議さんの家を回ってですね、お金を渡したんです。それがある時に、もうそれまでね、毎日新聞がその市長さんの、黒い噂をずっとキャンペーンやられてて、もう毎日のようにスクープ打たれて、もう僕もちょっと精神がもうあーって感じになってたんですね。で、その時にある時に、あれは社会党だったな、当時の社会党の、僕ボス的な議員さんと仲良かったんですよ。でちょっとフラッと遊びに行ったら、そこの若手というか、まあ当時45歳ぐらいの女性の1期目の方がいらしたんですけど、その方がある議員に落とされてると。で、内容は何ですかって聞いたら、つまり市長を支援するために支援を求められて、あんたたち金もらっただろうと。で、もう本当にもらったんですかって聞いたら、私はって言ったんです。で、ベテランはって言ったんです。つまりお金をばらまいてた。で、社会党は当時もらっちゃったけど、公明党は後で返したって聞いたよって言われた。で、僕はもうなんとか毎日新聞に一発でもいいからやり返したかったので、公明党を回って、公明党の僕、幸いなことに公明党のボス議員の人とも仲が良かったんで、その人から全部、名刺にですね、この度は先生のご推薦を賜りありがとうございましたっていう名刺に、こうわざわざこう手書きに書いてある名刺までその時に証拠としていただいたんですね。そういうことがあったんです。で、こういうことは、非常に選挙がですね、
例えばこの江東区の場合はですね、今からお話ししますけど、こういう事情があったんですね。この江東区長選における木村氏の対抗馬は、都議を4期務めた山崎和樹氏、50歳で、父親は区長選告示日直前の今年4月に膀胱癌で亡くなった前区長の高明氏、享年79歳、自民党都連の重鎮で、23区の区長で作る特別区長会の会長でもあった高明氏は、豊洲の新市場や五輪会場の問題などで、小池都知事に物申せる区長として、存在感を放ってきた。いざ選挙戦が始まれば、前述の通り木村氏には自民の女性政治家が支援を表明したが、対する山崎陣営は菅義偉前首相や自民党の茂木敏充幹事長ら大物政治家が続々応援に駆けつけた。丸川珠代都連会長代行に至っては出陣式で自民推薦で戦うのは山崎候補一人と絶叫してみせた。地元の区議をはじめ自民支持者からすれば、今回の区長選は志半ばで亡くなった高明さんの弔い合戦なわけですよ、というふうに言ってる。圧倒的にこれは山崎、和樹さんの方が優勢だったんですね。それをひっくり返さなきゃいけない。しかも柿沢水戸さんって、元々はですね、戸様なんですね。この前は、維新じゃないな、みんなの党にいたのか。ごめんなさい、維新じゃないです。みんなの党に確かいたはずで、お父様は、柿沢浩二さん、自民党にいましたけど、この方も新自由クラブ行ったり、結構あちこちいろんな政党を渡り歩いてた方なんですね。だから、まあ、いろんなこう思惑があったわけです。おそらく特捜部はですね、柿沢水戸さんが江東区議にお金をばらまいてると。しかもこれは相当危ない橋を渡ってでも自民党お金で切り崩したいっていうことをやったんじゃないのかなということを、これで狙ってるんじゃないかなというのが、この記事を読んで、この記事が事実だったらという前提付きですけれども、それを本丸だと狙ってるんだなと。あともう一つ、まあ、これはおそらく特捜部は付録でという感じで考えてるんだと思いますけど、都民ファーストが、木村さんについた、そのいきさつについてですね、かなり実は関心を持ってるんじゃないかなと。もしですよ、柿沢さんが都民ファーストの方にも触手を伸ばしていたら、これはひょっとするともっと先の話になるかもしれない。お金の出所はどこですかっていう柿沢水戸さんのさらに上に行けるかもしれない。わからないですよ。自民党で言うとこれは野田聖子さんと稲田朋美さんと、小池百合子さんって書いてあります。ただ野田聖子さんと稲田朋美さんがここでドンとお金を出して支援するかというと、ちょっと考えにくいですよね。選挙区が全然違いますし。そうなると、まあ僕は可能性は限りなく低いとは思ってますけど、特捜部としてはひょっとしたらっていうことで、大物が後ろに控えてるかもしれないっていうことで、今回わざわざ江東区という、まあ、警視庁がやってもいい捜査にですね、乗り込んでいったんじゃないかなというふうに、推測します。そこで、今後はやはりこの事件目が離せないなという、まだまだ、どこかに伸びる可能性が高い事件だと思っています。ということで、今日はですね、このぐらいにしたいと思います。皆さん、面白いなと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。